スノーマン佐久間大介、ドリームボーイズ、感激上半身裸の渡辺翔太とツーショット、肉体ミニ悶絶、の声。スノーマンの佐久間大介が10月24日、自身の X、旧ツイッターを更新。渡辺翔太が主演する舞台、ドリームボーイズの楽屋訪問ショットを公開した。佐久間大介、渡辺翔太主演舞台を感激佐久間は、ドリボ見てきた。渡辺がめっちゃ頑張ってた。最後まで怪我すんなよと綴り、渡辺が主演する舞台、ドリームボーイズを感激したことを報告。渡辺ののれんがかけられた楽屋前でのツーショットを投稿した。この時、渡辺は上半身裸で肩にタオルをかけており、たくましい腹筋と二の腕を披露。一方、佐久間は黒縁メガネと黒のジャケットとトップスに身を包んでおり、シックな装いで渡辺の舞台を楽しんだようだ。